みんな待ってる？うん、あるよ。何？このスレイヤーさんのスキル。チャンネル6。なんかしてる？透明になる。バリセコいやん、そんな。セコすぎやん。え、今パーティーどうなってんのやろ？コミュニティパーティー。あ、ちゃんとまだそのままなってんね。1、2、3、4人。闇墓さん。闇墓さん入りって。よし、真ん中集合。入れたよ、闇墓さん。オッケーオッケーオッケー。なぜかフレンドになってるから。闇墓さんと初めてのフレンドなぜかフレンドになったから割仲良しやん闇墓さん割仲良しやん。いや、そんなことないと思うねんけど親友やったかな。ポリゴンの敬礼。スレイヤーさんも敬礼。よし、レベル上げ行こうよ。それ、ほんまそれ行こう。ね、レベル上げないと。普通のさ、エリア行こう。みんな？あ、けどポリゴンさんはさ、レベル上げ必要ないよね。うん。ポリゴンさん笑って言ってる。土下座してんねんけど。何層ですか？3ぐらい？エテ3までしか行ったことない。何してんの？ちょっと何してんの？自分ら何してんの？それ何してんの？やめて。ちょっとなんか勘違いされるからやめて。何してんの？それ腹痛い。どないせえ言うのこれ。崇拝中やでこれ。神エテポンゲの。な、それ何？土下座？土下座。土下座なんてあんの？あるある、いっちゃん下の方にある。ほんまや。土下座。土下座。何これ？何これ？な消えた、スレイヤー。なんなんこれ、みんな土下座してる。ちょ、これ動画的にどうなんなんなんこれ。ギルド名変えなあかんやん、もう。ノーマルエリア行こう、ノーマルエリア。ノーマルの、エリア行こう。なんかもう立ち上がってるし、全員。全員立ち上がってるし。よし、行こう。あれ？なんか。ん？いろんなもの受け取ったらレベル10なんだ。そう、なんか。レベル上がんのよね。これで、さっきのボス、倒せるはず。2上がったら。どこ行くの？あ、クエストとかでもいいんちゃう？この。クエスト受けよう。うん。クエストをさ、ギルドでちょっと作ってみる。さ、ちょっと分かった、要領。これを破棄して、
草原エリア、これ受注。どうやって行くのこれ。わかんねえ。全然わかんねえ。このアイリスさん。よし。ダンジョン。よし、またここは今度やね。そうやね。普通にちょっと、最初の街戻ろう。戻ろう。うん。あ、もしかしたらここで受注して、草原で倒してきて話すみたいな。そういうことかな。そういうこと。ね。そういうことでしょ。よし。これで戻ってきたから普通に、じゃあ行くよ。 SOD 行こう。 SOD SOD ちょっと今度テンガも入れな、ね、テンガ入れたいね。うん、テンガあいつ暇してるから今ニートやから。ニート？うん。俺忙しいからな。すっごい忙しいからな。夜中でもいいで、夜中で。夜中とか俺死んでる。夜中で。あー、しまった、かぶってた。オッケー。夜中は死んだように寝てるんだ。お、みんないるやん。闇墓さんもおるし。まあ、とりあえずさ、2階行こう。2階。俺2階とか行ったことないの。行ける行ける行ける。行ったことないのに。ここでいつもなんかそこら辺のやつ倒しとったのに。ここんなん雑魚やで、ここ。雑魚なん？雑魚雑魚。3階ぐらいまでは多分行けると思う。で、その回避行動をさ、切って回避、うん、切って回避してたら普通にノーダメで行けるで。そう。うん。回避とかしたことないの。甘え、甘え。甘え、甘え。そんなことしたのかな、うん、行けるで。ここ2階。ここ2階とか言われても俺まだ1階でさまよってんの。マップ押したらさ、拡大できるで、右上の。ほんまや。わかりやすいでしょ。あ、親友がおったから大丈夫。闇墓。闇墓さん。ニコイチ。ニコイチとかやめて。ああ、うん、横取りはあかん。もうガンガン行くで、もう。3階まで行ってまうで、もう。え、3階まで行くの？うん。ちょっと回避して頑張ってきて。よ。3階。で、レベル30まではなんか転職自由みたいな。で、30以降は多分ね、もう変えられへんと思うよね。ここ3階や。来てる？いや、まだ2階。あ、スレイヤー来てる、スレイヤー。俺、親友がおらへん。スレイヤーさん強いよな。誰もおらへん。闇墓さんは、闇墓さん。闇墓さんもおらへん。あ、乗り遅れた。そうそう、多分ね、これ、一撃でも入れたらさ、多分経験値は、そうそうそう、入るんやと思うね。から俺は、うん、遠距離攻撃で一発入れる。そう、一撃入れてさ、あとはポリゴン倒します。うん、うん、ポリゴン氏に任したらスレイヤーも結構強いから。強っね。あれ、なんかボタン間違えた。土下座してる。あれ、これどうやって戻すの。何してん。モンスターに土下座してどないすんのそれ。モンスターに土下座してどないすんのそれ。あ、乗り遅れた、またくそ。多分ここでやっとったらすぐレベル上がると思うで。横取り。横取り。まあここの多分相手のさ、モンスターぐらいのレベルまで上がったら多分次回っていいんちゃうかな。うん、ここのモンスターのレベルは17とか15とか。うん、余裕余裕、俺一人でも倒せる。いける？無理。ほら、85とか食らうのに。85ヒットポイントいくつ？630。
うん、けどそんな変わらへんで、こっち985そんなあんの、うん、なんでそんなあんの、レベル18やもんだって。嘘、うん、結構レ、結構レベル上げた、上げとったか。チート、うん、チートじゃん、ビーターじゃないけど。ビーター、ビーター。いいね、スレイ、スレイヤーさん、いいね。スレイヤー俊敏な動きやな、慣れてるな、もう、うん。で、ここでさ、なんか適当に倒しとったら、アイテム、装備品手に入るやん。うんうんうん、それ以外いいよね。モンスタードロップで装備品が手に入るのがありがたい。カッパーソード。うん。アイテムバッグがいっぱいになるんじゃない。売りに行かな。捨てる。全部捨てる。じゃん。オッケーオッケーオッケー。ちょっと20ぐらいまで行きたいね。みんな20ぐらいまで上げよう。うん、よし、ちょっと発言しとこ。なんか全部捨てよ。よし、みんな20目指そう。闇墓さんとか、ちょっと確認しとこ。お、かっこいいこの剣。ゆずおだけやん、レベル低いの。かっこいいこの剣、早っ。エテとゆずおだけやん、レベル低いの。SOD やん。装備をちゃんと装備しない。土下座しとき、土下座。よし、これでいける。ちょっと4回いくか聞いてみよう。 4いけるかなって聞こう。ノルマ達成してるやん。いって。死にかけてんねんけどもう。座ったらあれやで、回復できるからね。知らんかった。自動回復あるから。4回いけっかな。いけるいける。4回の解放クエしましたっけ。うわ、してない。とてないじゃなくて、してないっす。そう、ほんまや、上に上がるさ、あれがない、扉が。ほんまや、多分ここがマックスなんよ。で、解放クエストみたいなのがそれをやらないと4階には行けないと。ってことは、とりあえずあの、SOD がレベル20まで、ちょっと頑張ろう。すぐよ。すぐ、すぐ。何分ぐらい？あー、1日かかる。おっそ。すぐすぐすぐ。おっそ。すぐすぐ。すぐ。すぐや、もう。10分もいらん。職業何にするの？業者？いや。バイフリーター。もう、マチおれや、もうマチに。カラオケ店で。はい、レベルアップ。レベルアップ。お一人で戦ってるぞ、俺。発言、わかりません。わかりません。さあ、せんってとこ。いや、本当にね、本当にレベル上げしかまだやったことないかったから。ちょっと分からんよね。そう。ちょっと2対1とか分からん。やっぱね、やって覚えるしかないよね、こういうのって。そうだね。そうそう、やって覚えるしかない。ちょっと。別を。助けて。助けて。あの、ニコイチがおるからさ、これ、ニコイチ。どこ？闇墓さんがおるから、闇墓さん。そもそもクエスト受けましたか？
受けてないよ、なんクエストってなんなんちゅ確認できるよね、これ多分ジャーナル、あった通信中草原エリア、そうそう、草原エリア1ね、あ、そうか、エリア1ビーフリザード、オーク、エミの捕獲1の討伐かの クエスト、受けました。じゃあなんでエリア4いる、エリア3にいる。エリア1言うてるやん、クエスト。なんでエリア3いるの。まあまあいいや、レベル上げ、とりあえずね、あの今レベルいくつ、 SOD10 11早いっしょ。いや遅い、微妙、遅いな、うまくないな、もっとサクサク上がらないと。モンスター何体か倒すやつですかね。そうね、ちょっと入り口行こう、ちょっと誰もいないの、ちょっと入り口行こう。もっとチャットがさ分かりやすかったらいいねんけどな、うん、そうです、おった親友やっとおった。クエストちょっと見に行く、もう一回見に行こうか。あ、それかレベル上げといてもいいよ。あ、い受けに行こうか、見に行こう、一人ではちょっと両倒されて、行ってきます。よしで、ここでアイテムをね、キメラの翼があるからね、うーらアイテム、キメラの翼をちゃんと持ってきてるから、どれやったっけな、機関の羽、そうそうそう、そんな、そういうやつ、塩え、機関の羽っていっぱい買っといた方がいいんちゃう、これ売ってんの、これ、わかる、よログインでもらったけど、これそう、拾ったやつはさ、基本的に集めてんのよ。ちょっとアイテム売りに行こう、アイテム全部捨ててるんや、売りに行こう、ちゃんとそういうとこ売り場も知らんのに、売り場ね、右側、こっち、もう基本的にほとんど売っていいと思う、こういうのいらんもんね。うん、コンポジット棒、ソリッドとかピストルとかいいよな、絶対楽やん。けどレンジャーじゃないとあかんからな。全部売却してソリッド、透明な瓶、カッパーメイス、ミラークロークは打ったあかん気がする。バンダナ、あ、違う、長い舌どうする、置いとく、捨てるごめん、間違いやった、聞いた間違いショップどこ、バンダナ、なんか中央あたりになんか壁じゃないんよ。あ、ここか、うん、あ、違う売却、はい、全部売却、すべて売却、売却完了。だからお金結構あるで、ほんまに2万あるもん今。うん、2000円しかないバリ貧乏やん貧乏言うなで、これで打ったから、こっからクエストの確認でもう一回さっきんとこ行ったらいいかな。全部のクエスト受けとけばいいんちゃうの、とりあえず、うん、受けれるやつをね、 10個までなんか受けれそうやったからさ、っていうか、うん、
めんどくさいな、このアイテム売却。そう、一個ずつトン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 していかなかった。多分そのうち修正来るんちゃうかな。あの、運営。チェック、運営や、やめえ。運営。そんなん言うたらあかんで。アカウント消されるかもしれない。え、なんか違うとこ来てもうたんやけど。間違えた。すごいよね、今このさ、スマホでこういうゲームできるって、うん、ほんまに今の学生とかは羨ましいわ。俺らの時ないで。何しとったかな。通信ケーブルやで、ポケモン通信ケーブルで。うん、やっとったぐらいか。そんな時代じゃないからね、もう。通信ケーブルって。 SOD もう40やからさ。もう待って待って。俺そんなおっさんやったかな。